はい、どうもこんにちは。ポジメンの話題ニュース速報のお時間です。今日はですね、ちょっとめちゃくちゃホットな話題なんですけど、先ほどですね、2024年の9月2日の19時半頃に、宝くじで7350万円分買った青年のね、あの話題が飛んできたので、今回はその話をしていこうかなと思います。この話めちゃくちゃすごいし、今後のためになるので、皆さんよかったらぜひ最後までお聞きください。ということでね、はい、今 X で話題になってます、宝くじ、7350万円分を買った青年がすごすぎると話題になっているっていうニュースなんですけども、ちょっと読んでいきます。読んでいくっていうか、今回ねこの誕生をね、X で僕リアルタイムで見てたんで、自分でこの記事は書かせていただきました。ということでね、発表していきます。はい、そのね、宝くじを、たくさん買った青年とは、造船太郎という名前で YouTube と X を運営しており、わずか20歳の青年ですと。はい、ね、この青年は、今回ね、開催された、結果発表が今日あった、ね、ある宝くじが58億円ものキャリーオーバーをしていることに着目しました。そしてその58億円のキャリーオーバーがある次の開催会だけは、ね、普段は還元率が 50% 程度の宝くじが 166% になることに気づいたんですよ。そう、その宝くじの名前はメガビッグ、一等最高12億円も獲得できる、まあ、日本で一番高額当選の宝くじなんですよね。はい、でこのね、造船太郎さんは、のね、今回の宝くじが 166% になる根拠として、まあ、こう考えていました。でそれをね、簡単に説明いたしますと、普段の、メガビッグの売り上げね、1開催分ね、そう、1開催分の売り上げが約50億円、そのうち 50% の25億円がまあ購入者に還元されるんですよね、宝くじって。そう、その時点で還元率は 50% なんですよ、普段の宝くじに関しては。しかし次に当時のメガビッグのキャリーオーバー額が58億円あったんですよ。そう、これがね、1476回開催の、メガビッグなんですけど、そう、つまり普段の還元額ね、25億円、 50% の25億円とキャリーオーバーの58億円を合計すると、理論上83億円1476回開催では還元されるだろうと考えたわけなんですね。そう、つまりは83億円開催される宝くじメガビッグの1回ごとの売り上げが50億円なんで、約ね、だから83億円割る50億円で割ると1.66になる。つまりは還元率がこれ166億円って書いてますけど、166% になるっていうことですね。還元率、ちょっと見づらかったね、変えますけど、還元率、166% になるよと。だからこの回に関してはね、一口300円ね、そう、一口、300円のね、このくじ買ったらね、166倍だから、まあ530円になる、理論上ね。そう、理論上530円になると。そうっていうね、ちょっと宝くじとしてはありえないと、買えば買うほど儲かるっていう状態になることに気づいたんですよ、彼は。そうで、この造船太郎氏は、この宝くじのね、1476回開催のメガビッグのために、いろんな場所から、とりあえず7350万円という大金を集めました。そう、だから購入規模としてはメガビッグが一口300円なんですよ。だから7350万円分割る、300円で24万5000口購入したってことで、まあ、こちらが、その写真なんですけど、そうね、とんでもない10口購入で、24500件あるっていうこと、24500ページあるっていうことで、まあ、24万5000口っていう、まあ、途方もない数を購入したと。そして、本日はね、9月3日なんですけど、その前日、2024年9月2日にね、造船太郎氏の YouTube ライブにいて、メガビッグの結果が発表されました。これね、19時半ぐらいだったと思います。そう。そして、なんとこの7350万円分購入した宝くじは、まあ、理論上は 166% 期待値がね、戻ってくる還元率があるので、まあ、1億2000万ぐらいにはなるだろうっていうところだったんですよね。
そので結果どうなったかというと、なんと、1等当選が8本当選し、まあ、トータル2等から6等までも含めて、2億2190万円の払い戻しが確定したそうです。でこれちょっとだけ裏話なんですけど、 X 見てたんですけど、やっぱその24万5千口も見ようって思ったら多分2時間とかじゃ無理じゃないですか。でもその2時間のうちに終わらしたんですけど、終わらした理由っていうのが、その造船太郎氏のリスナーのね、あの X 民がそのなんかチャット GPT に頼んで、そのメガビッグの当選と自分が勝った当選をこう高速で照らし合わせるプログラミングみたいなのくれまして、まあ、CSV なんですけど、そうあの Excel に貼り付けたら分かる CSV をくれて、それによってあの人間の目じゃなくて、あの自動でね、あの当選が分かるようになったっていうことで、結果が2時間ほどで分かったということで、まあ、X 民もめちゃくちゃ有能な人いるじゃねえかっていうところで、そこもちょっとプチ話題になったんですけど、まあ、とりあえず7350万円分造船太郎さん買ったことに対して2億2190万円のリターンがあったってことで、まあ、とんでもないことになってるんですよ。で、還元率が 166% どころじゃなくて、計算したところ2億2190万円割る7350万円をすると289% っていう驚異の上振れを見せました。そうなおこれが、その開催会ね、1476回分の、メガビッグの1等から6等までの当選額と当選本数表である、はい、ということで、まあ、公式サイトと言われる写真ある、これ僕のメモっすね、ちょっと消しときますけど、まあ後でね、まあいいか別に、置いとこうか、後で貼るんですけどね。そう、これを見たときに、皆さん圧倒的ななんか違和感に気づかなかったですかね。そう。これね、あの、番号の当選のとこ画像を見てほしいんですけど、通常メガピックの当選結果って、まあ、試合結果に応じて、だからホームが勝つとか、引き分けとか、まあそういうので、まあ、ホームが勝つ、アウェーが勝つ、引き分けとか、まあそういうので、まあ大体1から4の数字がね、どれか絶対割り当てられるんですよ。でも今回、この、メガビッグって12試合あるんですけど、この12試合のうちの4箇所がアスタリスクになってるんですよね。このアスタリスクが何かっていうと、これは試合が何らかの理由に中止になったことにより、このアスタリスクのところは、1から4のどの数字が入っても当たりになってしまうということで、そうだ、これは何を意味するのかっていうと、これはとんでもなく幸運なことなんですよ。今回造船太郎氏にとってもめちゃくちゃ幸運なことだったんですけどね、これが当初還元率が 166% であったのが 289% にまで上振れした要因の一つでもあると考えられてて、そう本来ね、メガビッグって12試合全て一致しなければ1等ってもらえないんですよ。そうで、メガビッグの1等の当選確率は理論上1680万分の1、約実数字では1676万分の1とか、まあ、そんな感じで約そのくらいなんですよ。で今回はそのなんか台風とか何か分かんないですけど、まあ、ビッグとか他のミニビッグとか中止になってるんですけど、メガビッグはその試合数が多いから、まあ、ギリギリ中止にならなかったみたいな感じで、まあ、開催されてしまったんですけど、12試合中8試合の一致で1等が当選するようになっちゃったと。でこれどういうことかというと、これは本来1等が当選する確率1680万分の1の、256倍となる驚異の当選率になっちゃって、そう今回だけは、メガビッグの1等の当選確率が 65,536 分の1。まあ、いわば、パチスロの、まあ、重めのフリーズ確率ぐらいになっちゃったってことで、まあ、これ本当に異常なことなんですよね。そう。それにより、今回、7350万円を、まあ、166%にするためには、まあ、理論上、1等、もしくは2等が何個か当たらないと取り戻せなかったので、まあ、理論上は 30% しか当たらなかった1等が、理論上ね 3.7 本も当たるようになってた。理論上 370% になってたんだよね、1等が当たる確率がね。そう、その256倍っていうのが起きたことによって、そうでこの時点で、まあその1等がめちゃくちゃいっぱい当たるんですよ。1等が256倍当たりやすいってことは、別に12億もらえる人はもういないっていうことですね、ほぼいないっていうことで、でまあ結果発表が出て、まあ、1等の当選額が2480万円だったので、まあ、それが 3.7 本理論上当選するっていうことは、9176万円もらえるっていうことです、1等だけでね。
そう、つまりこの時点で造船太郎氏は7350万円を取り戻すのはほぼ確実となったんですよ。この結果が出た時、まだあの何すり合わせじゃなくて当たってるかどうかの当選確認はしてない時点でもうほぼほぼ取り戻せることは確実となったと。そしてさらに2等から6等は全てね、これ当選額がこれ見てもらったらいいんですけど500円になってると。つまり、3分の1で、ね、当選してしまうお祭り状態になっており、まあ、異常なことなんですけど、それらの当選全てを含めると今回造船太郎氏の宝くじの払い戻し金が、2億2190万円の払い戻しになったというわけなんですよね。はい、ちゅうことで、まあ、とんでもないことが、X と YouTube 上で起こってまして、まあ、この造船太郎氏のそのツイートがね、トレンドにも上がるぐらい、ここ2日3日ぐらい騒がしてもらって、としても僕も楽しかったんですけど、で、今回のチャンスによる、まあ、成功をね、掴み取るためにね、こう、7350万円、まあ、まずこういうことに気づいて、7350万円を集めるっていう、結論に至ったのが、まあ、常軌を逸しているってことで、やっぱこういうふうに、こういうことを実行に移した造船太郎氏は、まあ、ただものではないなと。この人元億トレーダーとかで、まあ、すごいトレーダーとしてもすごい腕のある人みたいな感じですね。で、まあ、このような挑戦的な人物が今回この成功をつかみ取ったってことで、そして、今までね、宝くじはね、当たんないと、国の官僚しか当たんない、上級国民しか当たんない、って言われてたそのビッグ系をね、ビッグ系と宝くじがちゃんと普通の人にも当たるってことを証明した数少ない人物であると、これはすごい歴史に残る快挙かなと僕は思いますね。はい、そして昨日、僕はね、造船太郎氏を知ったね、昨日知った一リスナーに過ぎないですけど、ぜひ、造船太郎氏に今回ね、すごい挑戦をしていただき見事、まあ、成功に導かれたということでね、おめでとうございますっていう、まあ、本当にその言葉だけを送りたいかなと思います。ということでね、最後にこの動画の概要欄にその造船太郎氏がそのメガビッグ7350万円買ってその結果をねすり合わせする2時間ぐらいのライブがあるんですよ。そのライブの URL 貼っておくんで、ぜひねその方のライブを見てもらうのと、あとチャンネル登録、ぜひ造船太郎氏のチャンネル登録お願いいたします。自分で何言ってんか分かんないけど、まあ、ちゅうことでとんでもないこと起こりましたね。いや、すごいっすよ、ほんと、これ歴史。で、ちなみに、この造船太郎氏の YouTube なんですけど、この企画をする前はチャンネル登録者数4000人ぐらいなんですけど、この一晩で、2倍の8000人になってるってことで、もう YouTube ドリームもすごいし、宝くじドリームもすごいなっていうことになってますね。まあ、そんなわけで、この記事をね、こう僕書きながらすごい興奮してました。いや、すごいなって。で、まあ、こういうことが、ね、実はどっかアメリカとかでもそういう風にね、宝くじの全体の 50% を買えたら必ず得するみたいなことをね、かなり古いですよ、10年前とかにやってた人がいて、でそれはなんかアメリカのね、法律か規制かでそういう買い方しないでくださいっつって中止になったらしいんですけど、まあ、日本もこういうのが、まあ、中止になってないし今後もできるってことが分かったので、例えば別にメガビッグだけじゃなくて数字選択式宝くじとかでもキャリーオーバーってあると思うんで、まあ、キャリーオーバーした時に期待値がプラスになりそうだったら、まあ、7350万は上記を逸してるけど、皆さんの、ね、お財布から出せるお金1000円なのか500円なのか1万円なのか分かんないですけど、僕もねこういう風に期待値がプラスの時はちょっと1000円分ぐらい買ってみようかなって思いました。これは本当に素晴らしいということで、ポジメンの話題ニュース速報9月3日の分は終わります。皆さんありがとうございます。そして、まあ、これからもこういう風に面白いニュースとか届けていくと約束いたしますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。